バハーウッディーンザカリアエクスプレスは、パキスタンイスラム共和国のカラチ、ムルタン間の定期急行列車サービスである。ザカリアエクスプレスとして略される。当列車は、ムルターンに住んでいた聖人であるバハーウッディーン、ザカリアにちなんで名付けられている。バハーウッディーンザカリアエクスプレスでは、エコノミークラス及び AC ビジネスクラスに対応した車両となっている。当列車は、カラチ。 ムルターン間の 900km の距離を約16時間かけて走行している。カラチからハイデラバード及びローリを経由してムルターンまで運行されている。当列車はパキスタンのシンド州サッカルに近いサンギ村で1990年1月4日に発生し307人の死者を出したパキスタン歴史上最悪の鉄道事故の一つの意気承認である。 バハーウッディーンザカリアエクスプレスは、ムルターンからカラチまでの560マイルを夜通しで走行しており、かつ16両編成の列車で、座席定員1408名を超過する乗客を乗せていた。その列車は、三木村を直進で通り抜けると思われたが、ポイントを側線に誤って切り替えてしまっていたため、最低でも35マイル毎時の速度で、 空にの貨物列車67両と衝突してしまった。ありがとうございます。